ルドアメンは古代エジプト第23王朝の第6代または7代メファラオ。一説では最後のファラオともみなされる。即位名はウセルマートラーセテプエンアメンオソルコン3世の息子で先代のオオタケロット3世の兄弟だった。近年ヘルモポリスで出土した像の断片から少なくとも父兄から受け継いだヘラクレオポリスカラテーベに 及ぶ上エジプトの王国の統一を維持していたことが判明している。ルドアメンの短い治世の後、王国はヘラクレオポリスのペフチャウアバステトやヘルモポリスのニムロとテーベのイニトをより小規模な豪族の統治する国々に分裂した。そのため一部の研究者はルドアメンを23王朝の最後の王とみなしている。一方、ペフチャウアバステトは ルドアメンの娘イルバステト・ジャネフの夫で、王の義理の息子にあたるため、ペフチャウバステトまでを、第23王朝に含める研究者もいる。また、第23王朝の本拠であるテーベを継承した、イニオも、同じ王朝に含める場合もある。一部のエジプト学者は、ワディガサスから出土した落書きに記された匿名の王の、地世19年目の日付がルドアメンの時代のもので、あると主張している。 しかし、最新の研究は、落書きがむしろ第25王朝時代、おそらくピアンキの知性に書かれたものであることを示している。また、この落書きを、ナイルの推移記録ナンバー3と関連づけて、未知の王シェ・ションク7世のものであるとする説もある。しかし他の多くの学者は、王の知性5年目の日付を含む、この記録を、オソルコン3世の息子であるタケロット3世のもので、 あると考えている。ありがとうございます。